思ってた。言ってください、こんなにたくさんの人が集まってありがとうございます。もうね、本当に先ほども言いましたけども、今年、まあ9月の25日、ブリックホールチャリティーコンサート、僕の一番の夢であったね、コンサートを終えて、そしてそのコンサートを終えたことによってまた新たな夢が、生まれました。それはやっぱりね、この長崎、僕は長崎人じゃないけども長崎に来て20年、そして本当にこの長崎でいろいろ体験したり、いろいろなものを食べたり、いろんな人に会ったり、もう本当にね、180度僕の人生は変わりました。この長崎、最高の街よね。あれもう本当そう思うよ。だからね、僕の夢はね、この長崎をね、日本一にしたいの。でね、観光都市でしょ、観光都市にね、もう夜景も綺麗、そして食べ物も美味しい、空気も美味しい、歴史もある。何が足りないか、住む人たちの優しさ、笑顔、これが足りないと思うんです。だからみんなで観光客を、僕も含めてみんなで観光客をね、招き入れて、笑顔で皆さんが対応していただければ、長崎ってすごいよ、美味しい、観光もいい、夜景も綺麗、だけどね、何が一番、住んでる人がみんな優しかった。ね、もう長崎弁になっちゃいましたけどね、優しかとかねいや本当ね、僕そういう街にしていきたい。だからね、来年から僕ももっともっと動きますよ。長崎のためにどれだけできるか分かんないけども、僕一人じゃできない、みんなの力を借りて、この長崎をみんなで盛り上げていくぞ。もっと大きい声で盛り上げていくよ。いいね、これこれ、なんか選挙みたいねということでね、僕はね、今まで西城秀樹さんのこの傷だけのローラでね、まあ、4万5000人の中から14歳の時に1位になりまして、アイドル歌手になったわけでございますけども、先ほども言いましたように芸能界を辞めて、今は長崎のご当地永遠のアイドルとして、年はね結構いってるんですけども、でも気持ちはね、もう若くいつまでもいたいと思ってますんでね、いつまでできるか分かんないけども、僕が死ぬまで、僕が死ぬまでね、みんな僕についてきてください、よろしくさあ、僕もねオリジナル曲がいっぱいできて、もうバンドもできましてね、今日はバンドで来てないんですけども、今日はオリジナル中心でいきたいと思います。まずはね、チャンス、この曲はですね、今年の6月22日に発売されました。みんな年は関係ない、男女問わずチャンスはあるんですよ。そのチャンスをみんなで一歩前に足を踏み出して勇気を持って掴もうぜという、そういう応援歌です。聴いてください、チャンス。Oh,
恐れないで、押して一人。